はい、皆さんこんにちは。亀猫ガイです。今日はですね、4月9日火曜日、東京新聞1面および3面からです。何年勤めても給料上がらない。正社員なのに低賃金層拡大ということです。まとめると、こういうことです。正社員になれば、非正社員よりも給料がアップし、上がって、それで生活が楽になると。皆さんはそう考えてると思うんですよね。世間一般では。しかし、そうなったとしても、正社員のその給料自体が低いんで、あんまり差がないよという話なんですよ。それで、特に、この新聞では、介護、保育、外食、小売り、運輸、などにその低賃金労働市場、いわゆる、正規社員になってもそんなに給料良くないよっていうふうな、そういうふうな、実情が広がってるわけなんですね。今言ったような、産業では。なんでね、どうしてこんなに、で、この記事では、じゃあなんでこうなっちゃったかっていう、対策ですよね。まずは、その労働組合の組織率が今言ったところっていうのは低いらしいんですよ。だから、どんどん労働、組合を作っていって、それで、雇用を上げて、給料上げろというようにした方がいいんじゃないか。なんてことを言ってますね。あと、やっぱり間接的ですけども、もう一つとしては、やっぱり外国人の受け入れですよね。ただでさえ、人手不足なんですよ。人手不足なんで、それで外国人入れるんですけども、入れたら入れたで、やっぱり前の動画でも言ったんですけども、外国人の受け入れっていうのは、やはり実質賃金の下げ要因になるんですよね。なんで、なかなか給料上がらなくなるんじゃないのみたいなことは、書いてあります。この記事では。で、私としては、公共事業に限らず、こういった、福祉だとか、そういった今言った、産業に対しても、国は何らかの補助金なり何なりして、財政出動せざるを得ない状況じゃないかなとは私は思います。今のような状態では絶対に良くならない。今の政策では絶対良くならない。だから、まず給料が少ないんであれば、その生活の負担を、まず和らげるために消費税減税する。消費税っていうのは、やっぱり弱者に厳しい、税金ですからね。ならそうする。そして今度は財政出動。そういった、例えば介護だとか、福祉施設だとか、そういったケアマネージャー、あるいは、販売店ですか。とか、そういったも、例えばその会社が、例えばなんかモビルスーツみたいにこう、腰痛めないようにしてるんですよ。そのモビルスーツみたいな、ロボットですよね。ロボットを購入するためのその補助金、もっと出すとか、もっと出して、それで、それで、その働いてる人たちに、楽だというかね、楽しいってことじゃないですけども、楽で、やっぱり稼げるから、ここはいいよというような、そういうふうな、モチベーションを、持たせるということが、重要になってくるんじゃないでしょうかね。このままだと、今のような政策では絶対に、正社員もどんどん底辺化していってしまいます。なんでね、ここはやっぱり政府、ここ転換して、やっぱり消費税減税。そして財政出動。この二つさえあれば、ほとんどの問題が解決します。何百回言ったか分からないですけども、多分今後も言い続けると思いますけども、10月になったら、10月になるまでは、どんどん、消費税減税、訴えていきたいと思います。ということで今日はこれで終わりにしたいと思います。アディオス。アスタマニア。